皆さんこんにちは、三上わらです。はい、今日はですね、うちで撮影してるんですけど、なんとママが来てます。ママがうちが汚いということで、うちのママすごい掃除が得意なんですよ。だから掃除をしにわざわざ泊まりで来てくれました。ということで、なんか YouTube にね、ママも、まあ、顔は出せないんですけど声だけ出演してもらったらなんか面白そうだなと思って今動画を回しておりますね。ね今日は私覚えてないこととか、私のこう生い立ち、まあ一番近くで、まあそんな近くで見てもないかまあ近くで生まれた時から見てるということで、そんなママに私のなんかいろんなことを振り返って掘り下げてもらおうかなって思ってます。じゃあ生まれた時のさ、どんな感じの子供だったの、うん、赤ちゃん、赤ちゃん時代、生まれた瞬間じゃなくて、生まれた瞬間でもいい。誕生した瞬間はまず並んでる赤ちゃんの中で劇的に一番可愛かった。ありがとうございます。親バカです。一番可愛かった。でもそれはなんかばあちゃんも言ってたの、綺麗な赤ちゃんだったみたいな。そう、綺麗だったの。でもその後巨大化したの。巨大化した半年ぐらいからなんか顔がもう真っ赤くの顔が歩いてるみたいなこんなはずじゃなかった生まれたてはめっちゃ可愛かったのに、半年後にしっかり顔が四角くなっちゃったってことね。そうそうそう。失礼じゃない。じゃ何歳ぐらいからこう、0歳はそれじゃん、その後のなんか思い出に残ってるさ、エピソードあないの、何歳の時とか。旅行機で長電話、友達と独身だから友達は長電話をしたくって、うん、ある日なんかもう結構ももちゃんがママみたいに来るから、でもママ友達とちょっとまだその時若いから電話したい、ダメな母だったから電話したいよし、アイスクリームをあげようと思って大好物だから、ね、でもそんなママも一応そんなちっちゃいうちから甘いもんあげちゃいけないとか思ってるから、その電話の時にアイスをあげ黙らすっていう作戦ね。そうそうそう、作戦、しばらく黙る、アイスをもぐもぐと食べる。私、そうそうそう、それが何回か繰り返されたら、ある日からもうそれが別に友達じゃなくてもなんかこう勧誘電話みたいな、あそういうなんかね、もうめんどくさい電話ね。もう電話が鳴ると冷蔵庫の前に行って冷凍庫を指さしてアイチューアイチューアイチューって言ってもう電話こうしたら愛知がもらえるみたいな。もうそうだから全部虫歯だったんだよね。前は全部虫歯で、乳歯の時もこっからここまで真っ黒だったんだよ私恥ずかしかったもんだって、うん、そのなんか気づいダメな母親だよね。物心ついた時に自分だけ歯がこう黒いと思って幼少期の写真見るとこうやって笑って全部ここ黒いから、虫歯みたいな恥ずかしかった記憶はある、うん、愛知からの原因、愛知からの、飴からの、グミからのみたいな、うん、甘いものの摂取のしすぎ、うん、そんで、まあ、すくすく育って幼稚園に行って、そうもじもじしてたんだよね。もう幼稚園の1ヶ月ぐらいはなんかいつも泣いてた。あ、嫌でしょ。もうママと離れたくない。ママが大好きな子供だったからね。ママっ子がもう幼稚園ぐらいまではずっとママっ子でしょ。いや、小学校低学年ぐらいまで結構ママが大好きな子供でした。私は小学校でどんな存在でしたか。あ、私に聞いてんのそれ。はい、私自分で答えるわけないでしょ、わかんないのもん。あ、でもすごい周りのお母さんからも可愛いね可愛いねっていつも言われてたんだけど、でも実際可愛くなかった。うるさいよそれは。もうママ全然親バカじゃなくて、その辺は確かにね。まあ確かに自分の写真を見返してもどこが可愛いのかわからない。すごく冷静に見てた我が子。でもなんか一回髪の毛切ったんだよね、その頃流行ってたドラマの子役の子にはママが憧れてショートカット、ね、長かった髪の毛を、人生初のショートカット、なんかこんな、そう、なんかこんな癖毛でなんかこういう風になんか同じ方向に流れちゃって、その時ストレートアイロンとかもないもんだから、もう毎日これになって、うん、なんで私こんなブサイクなんだろうって毎日思ってた。やっちゃったと思った。髪型って本当に大事だなって思いますね、今思っても、うんうん。
まあ、小学校高学年ぐらいからは自分も全然覚えてることとかもたくさんあるし、すごいサボり癖がやばくて、親友がいたんですけど、親友は帰宅部だったんだよね。で、私はブラスバンド部で、トランペットを最初やったんだけど、全然吹けなくて、部活に行くのが嫌すぎて、ママに行ったふりをして、ずっとその親友の家でたむろしてたっていう。小学生でそれってもう。でそれをバレて怒られたっていう話なんですけども、その時から結構そのテスト悪い点取ったら隠すとかそういうことをやってよく怒られてた記憶はあります。でもそこまで悪い子でもなかったよね。小学生の時は良かった、可愛かった、うん、あとオタクをね始めた。そうね、あややが大好きになって、まつらあやさんが大好きで、で小学校5年生ぐらいからベリーズ工房に走り、はい、友達とね、うん、毎日毎週毎週ライブ会場に行ってイベント三昧みたいなね、それが私の青春ですみたいな。そして中学校に入学しますね。で中学校になって、中1は結構普通に、中1普通、あでも中1の時に初めてね彼氏ができたんだよね私に。で彼氏ができて、ここからがね何ですか、魔の中2の始まりもう忘れもしない悪夢。中1の時に付き合った彼氏が、まあ、結構ヤンキーだったんだよね。で私がその彼氏に影響されちゃって、すごい自分悪ぶりたいみたいな、なんか悪い方がかっこいいみたいな感じになっ、うん、そういう思考になっちゃって、で中2が多分ピークにそうだったんだよね、うん、毎日もう彼氏といるのがもう幸せで、毎日彼氏といたいんだけど毎日怒ってたしね、なんか彼氏に対して。あ、そう、ね、最悪な彼女だったよね。キレてた毎日、うん、なんかその彼氏のことが好きすぎて、なんかもう嫉妬からなのかわからないんだけど、全てのことに対して怒っちゃうので、その彼氏も彼氏でなんかちょっとなんか危なっかしいっていうか、他のとこに行っちゃいそうみたいな、それが不安で毎日毎日いろんなことでブチ切れてるの、なぜかヒステリックみたいになって、うん、なんかもう口調とかやばかったよね。やばかった、電話とかでね、本当に最悪な女だった。彼氏は私のこと好きって言ってくれてたからね。なんかその彼氏と過ごすとかは全然いいのよ別に、うんうん、そこはもうでもなんか日々だらしがないし、ママ働いてたじゃん、うん、仕事し、お仕事してたから、家に帰るとこう部屋でベッドで寝てるみたいな、その彼氏と中二でさはぁみたいな。本当にだらしがないよね。本当だらしがなかった。イオンに行くか、うん、あの寝るかみたいな、うん、カラオケ行くかみたいな。本当格好悪かった、すっごい言ってたよねママ。スウェット上下着て、でもうキティちゃん、あのそれキティッパね、キティッパね、キティッパ、もう最悪、あれ最高にマックスいけたる私って思ってたから、もう最悪。本当に恥ずかしい、悪夢悪夢、中二が一番ビスだと思うよ。なんでよ、可愛かったかもしんないじゃん。そう、私 AKB48 に一回受かったんだよね、5期生のオーディションに。5期なんだ。中2の時じゃない、しかも魔の中2で受かった。私すごいあの学校では生きてたのに、めちゃくちゃ清楚なワンピース着て、めちゃくちゃなんか清楚なブーツみたいな履いて、うん、私すごい清楚ですみたいな感じでオーディションに行って、でもこれすっごい裏話なんだけど、二次審査か三次審査のその面接の時かなに、すごいあの大きい部屋で待たされたの、女の子たちがいっぱい、その受ける子たちがね、そこでも生きちゃってて、もうすでに出ちゃった、まあ、中二の生きり病がもう治んなくて、女の子たちバーっていて、私はそこの一番前で立ちながら彼氏と電話してたの。かっこ悪ー。それで私が最終まで行って受かっちゃったもんだから、なんかその噂みたいなので、なんかあいつなんか男と電話してたようなみたいな感じで、なんか2ちゃんかなんかに書かれた記憶がある。まあこれはでも私は結局 AKB さんに入らなかったので裏話っていう話ですけど、まあ5期のオーディションに実は受かってたって知らない方も多分いっぱいいると思うんですけど、ママにもまあ反対されて、まだその時名古屋に住んでたし中学生だったし、ママも名古屋で働いてたっていう理由で東京には引っ越せないっていう、なんか寮とかもなかったんだよねその時は、うん、住める場所もないし、もうやめなさいって言われて、泣く泣く辞退して、辞退した後にめっちゃ後悔して、え、でも私アイドルになれたかもしれないのになんで辞めちゃったんだろうみたいな、そんな、まあアイドルに憧れてた生きり中学生ということで。